Chapter 11. No, I didn't either. Haruto は取り返してきたぜ、ユダ。怖かったよな。俺のせいでお前とお前の母ちゃんは。おう、やるぞ。もう帰るぞ。反純喜が撃たれた。誰にどこから撃たれたのかは分からなかった。犯人はその後すぐに消えちまったようだ。そいつも常雄の手のもんだろうな。しくじった半純義にけじめつけたってことか。撃たれる前、半純義は尾道の秘密を隠しているのがクルス会長だと言っていた。西洋会の牢も尾道の秘密を気にかけてた。その秘密ってのは俺らが思っているより岩見常雄や西洋会の殺し合いに深く関係しているのかもしれない。ほいじゃあうちの会長が何もかも裏で糸引いとるっちゅうことですかい。いや、クルス会長と常雄の親子は別個に分けて考えた方がいいな。特に常雄ってのは見かけほど父親の言いなりじゃねえんだ。どういうことです。もともと会長は常雄に裏の家業を継がせる気はなかったんだ。で、陽明連合会の跡目は小清水に継がせるつもりで若頭につけたんだけどな。ところがどっこい、いつの間にか常雄はその小清水を手なずきしまって自分のいいように動かしてる。いや、三常はありがちな野心家の二代目だけどさ、それが案外無能じゃねえってのが厄介でね。クルス会長も苦い顔してるよ。親分はクルス会長とはどういう。まあ茶飲み友達みたいなもんかな。え、ほんまですかい。年取るとじじい同士でしか話せないこともあるからよ。 Just drinking buddies。 ただそれでも俺は尾道の秘密なんてもう会長から聞いたことがなくてね、いまいちピンとこねえんだよな。ありもしない秘密が噂だけで一人歩きしているってことかもしれません。あの、それより兄貴、ハルトは今夜どうします。ここに置いとってもまた本家の連中に狙われるかもしれんで。とりあえず今夜は俺のアパートに連れて帰る。この町はあそこが一番マシだろう。あ、そうっすか。お前も来い。狭いとこだが何とでもなる。いんすか。ああ、遠慮なんかするな。ありがとうございます。Get back to those apartments. 不思議なもんすね。兄貴は血なんてくだらねえもんだって言ってましたけど、やっぱり
自分の息子だって思うとなんていうか、こいつを守るためだったら本当俺自分なんかどうなっても構わねえなって。そうか。俺はガキの頃ずっと荒れてました。物心ついた時には施設に入れられてて、ダチといえばそこの悪ガキだった達川くらいでした。自分を捨てた親を恨もうにもその顔も思い浮かばねえ。もうどうでもいいって思ってましたよ。そんな感じだったんで、広瀬一家の杯受けたのも達川に誘われるままだったんす。あれは今思えば舛添と一緒になって俺を監視しやすくするためだったんすよね、きっと。でも俺は広瀬一家で初めて家族ってもんを感じたんです。広瀬のおやすさん、南雲の頭、松永の兄貴、田頭、その頃は達川もマジで家族だったんす。小せえ所帯の組でも俺は広瀬一家のもんとして自分がいてもいい場所があるってのが嬉しかった。はるかもお前と似たような生い立ちだ。ええ、彼女から話聞く前からそれはなんとなく感じてました。人との距離感とか接し方とか、そういうの見てると分かっちまうんです。血のつながりってのに甘えることができなかった。俺と同じ苦労をしてきた子なんだってのが。なのにそのはるかちゃんが俺の血のせいでひでえ目に。広瀬一家の家族にも俺ははるかちゃんとのこと隠してえらい迷惑をかけちまった。ずっと彼女と春人をかくまってくれた親父さんにはもう言葉もねえ。だからきっちり俺がけじめをつけねえと。どうしたいんだお前は。明日神室町へ行きます。ん？西洋会に乗り込んでローと話をつける。春人のことも俺のこともきっぱり諦めるように話してみたいんです。簡単に済む話じゃねえことは分かってます。でもそうしない限り遥ちゃんも春人もずっとつけ狙われちまう。俺も同じことを考えてた。え？お前は自分のその意思をはっきりローに伝えろ。そして奴がもしそいつを飲まねって言うなら、俺がこの手で西洋会を潰す。兄貴、俺とお前二人でケリをつけるんだ、ユータ。はい。兄貴、南雲の頭たちに心配かけたくありません。神室町へ行く前に一言知らせときましょう。おっさん、なんか用か？おお、兄貴、お疲れ様です。うっす、お疲れ様です。広瀬の親分は？いや、またフラットどっか行っとるようで今おりませんわ。おやさんに何か用で？そういうわけじゃないんだが、これから俺とユータで神室町に行く。ハルトも一緒だ。神室町に？ああ、西洋会。Gonna go right into their HQ and ask their boss politely to leave Haruto alone. 切りに行ってきますよ。自分の息子守るために父親となしつけなきゃならないってのもおかしな話ですけど。ほう、ほいじゃあわしも行きますけ。チートを待っとってつかさい。支度します。いや、今度は俺とユータの二人だけで行く。お前らは広瀬の親分についててくれ。陽明連合会の出方次第じゃ広瀬一家ものんきにしてらんねえはずだ。え？なんでですか？昨夜腰水をビール瓶で殴ったのはお前だろ。まだ本家からは何も言ってこねえのか。ええ。Seriously, like cutting ties with the deadbeat dad who was never there for you. There's nothing weird about that. That's not exactly a sad thing. Masuzoe got murdered.昨夜のハン・ジュンギも銃で撃ち殺された。もしかしたら二人を殺したのは
同じやつかもしれないな。Seems likely. 時見じゃの。尾道もカムロ町もどこにおっても安心できんちゅうわけか。あの、キリュウの兄貴。ん。こっちもいろいろ心配っすけど、そろそろカムロ町に向かいませんか。俺はもういつでも大丈夫っす。兄貴の準備ができ次第。Just let me know when you're ready to leave. I'm ready to leave. 兄貴、もうカムロ町へ。Let's go. 行こう。わかりました。行きましょう。Kamuro Chou. Oops. Is what that said. Yuta. まずはセレナに行くぞ。Accidentally. That purple screen is my browser screen. I accidentally hit that instead of this button. 安全なとこでかくまってもらう。ええ。Go to New Serena.Bump into everybody on your way to New Serena. Hello, Haruto.久しぶり。ママ、また面倒をかけることになりそうだ。伊達さんは？あの人に用ならすぐ呼ぶけど。ああ、頼む。ハルト、伊達さんに少し預かっててもらいたいんだ。できたら。No, nobody plot relevant ever gets kidnapped from Serena, especially while under the watch of Date. He has a great track record with preventing kidnappings, I think. わかった。ちょっと待ってて。こいつがハルカとな。でもよ、本当にこいつなのか？俺だと。なんかまずいんすか。はるかのことはガキの頃から知ってるんだな。広島の若いヤクザとそんな風になるなんて思ってもみなかった。おまけに俺は中国マフィアのボスの子ですよ。わかったよ。キリュウが何も言わねえのに俺が。Oh, totally. I do like the mama of this bar's dress. 俺もこいつの鼻がもげるほど殴ってやったんだ。なんて、やっぱりそうだったのか。伊達さん、ハルトの保護を頼めるか。ああ、なんとかする。そっちは任せてくれ。Please don't leave this bar for no reason with Haruto or anything stupid like that. 顔が出てきてるぞ。何？いつこっちに？昨日、搭乗会の本部で菅井と会ってるようだ。他にも陽明連合会の極道らしいのもカムロ町に集まってきてたな。そのせいかアジア街の採用会もピリピリしてる。嵐の前の静けさって感じだ。岩見つねはカムロ町に何しに来た。前にお前から聞いた小清水と染谷の杯は流れたって話だったんだが、またそれを仕切り直しに来たのかもしれん。兄貴、詳しいことはわからない。ああ、じゃあ俺ちょっと電話してみます。うちの親父さんなら何か知ってるかも。兄貴、ハルトのこといいっすか。はあ、なあキリュウ、採用会と成し付けるっつっても今ってのはタイミングとしちゃ最悪だぜ。アジア外の警戒レベルはかなり高くなってんだ。もう少し待てねえのか。そうも言ってられねえさ。 I don't have time to wait. We must go now. どんどん死人が増えてんだ。おい、あいつ戻ってこないな。電話まだ終わらないのか。The emergency exit would be this door. Yuta, did you slip away? Yuta.Yeah, he's gone. こいつはユータの。どうした、キリュウ。ユータがいない。どこかへ消えた。消えたって。おい、まさかあいつ一人でアジア街に。わからねえ。だってさ、
悪いがハルトを頼む。お。Hurry to Little Asia. How am I doing on healing items? Oh, quite well. Okay, cool. Just wanted to make sure. Guess Yuta decided to just get really drunk and then walk straight into Little Asia. I thought we were gonna attempt to be stealthy about it again, but nah. Why bother?把两手张开。别碰我。现在的我没酒就没法子跟老爹说话。Still don't know why you, couldn't just wait for me, but whatever. Why do I not have a waypoint?There it goes. Yuta, you idiot. A phone call? Moshi moshi. Aniki, Nagumo desu wa. Soba ni Yuta orimasu ka? He was. Isho ga jimusho ni. Yuta no isho ga jimusho ni oite atta ncha. Nani? Gomi bako ni haitto otta monde kizukan katta ncha. Aniki, aitsu shinuki ja. Rou to sashigai de, Bocchan o mamoro to suru ncha.後で電話する。Ah, man. Yuta! Talks are going very well, I see.Love that drop kick. Yeah, the talks got really heated. There, with this guy with his dodging. Hey,
Oh, I don't like that. Get out of here. You know, they are, like, setting up a bunch of barricades and stuff. When the entire building is on fire, it seems like a really bad idea. Hello, Ed. Allow me to punch you. With this plant. Right into the fire. There are much more important things to worry about right now, Ed. ローもここにいるんだな。ユータはどうなった？あのガキが火をつけたんだぞ。あのガキが。ユータはこの奥だな。さっさと逃げろ。こんなとこで。焼け死にたくねえんならな。No, I'll run. Fine. I'm doing you guys a favor by breaking these stupid barricades you put up for basically no reason. No, don't save the boss, just run. Place is on fire. I'm impressed. そんなんで全部解決するとでも思ったのか。あいにくですけど、ローと俺が死にさえすれば、もうハルトを狙う奴はいなくなります。全部解決ですよ。なあ。どうせ私が何を言っても聞く気はないのだろう。まあね。よう、クソ親父。Yeah, we have time for a flashback. 一杯付き合えよ。I'm sure the fire will wait patiently. どうやら、すべてを知ったようだな。あんたがハルトを始末しようとしてることも全部な。それをゲロったマスゾエはあんたがやったんじゃねえの。マスゾエが死んだ。それでお前はここに何をしに来た。だから言ったじゃないの。あんたに一杯付き合ってもらいてえって。
あんたら最妖怪には俺のこともハルトのこともすっぱり諦めてもらう。俺はあんたの後継者なんてもんには死んでもならないよ。だから私を殺し、自分も死ぬか。短絡的に過ぎるな。私との交渉次第では自分も助かる選択肢がどこか。 We could have talked this out. 交渉しに来たんじゃねえよ。頭使うのは苦手でね。俺にできんのはせいぜい自分のガキのために命張ることだけだ。真珠に付き合う必要はねえ。お前が死んだらハルトはどうなる。もう誰にも狙われなくなりますよ。俺もローも死ねば最妖怪の跡目はまっさらに仕切り直しです。他になりたい奴らが殺し合いでも何でもして勝手に新しい跡目決めるでしょう。そんなこと聞いてんじゃねえ。ハルト、父親のいねえ子供にする気かって聞いてんだ。これが俺の最後の頼みです、兄貴。ハルトとハルカちゃんは兄貴に頼めませんか。だって俺みてえなガキよりあの二人もその方がずっと。聞いた風なことを言うんじゃねえ。Yeah, I'm sure there would still be at least some people within the triad going after Haruto, even if Yuta's plan works. Like, there's no way everybody in the triad would, just let that go. Certainly a lot of them would, since, you know, they'd be focusing on the power vacuum and all that, but I really don't think this would solve the problem entirely. どうしても邪魔するってんなら俺もあんたを追い出すしかねえ。力ずくでもです。 I'm gonna beat some sense into Yuta. 俺はここを死に場所と決めたんですよ。男が腹くくって考えに考えて覚悟して今ここにいるんだ。たとえ兄貴にだってそれを止めるなんてできるもんじゃねえ。命の価値を自分勝手に決めてんじゃねえ。一発の口を聞くな。行くぞ、ユウタ。Alright, Yuta. First, I'm going to heal.Second, I'm gonna punch you. This does so much damage. It costs all of my heat and all of my heat orbs, but it's worth it, I think. Because it just eats their health bars.
Yeah, no, Lo is just on the floor like, okay, yeah, don't mind me. My health bar is flashing. That is bad. Nah, the furniture is pretty much doomed anyway, so Lo can't get mad at me for this one. Not my fault. Why did we drag him out of the building? ふざけたことを言うな。あんたがこいつをどの面下げて息子と呼べる？その通りだな。我々最妖怪は。Obnoxiously, yeah, Kiryu kind of does have the Goku syndrome a little bit. 失ってしまったようだ。私が赤ん坊に殺意を持ったとお前が知った時に全ては終わっていた。お前はたとえ殺されても最妖怪を継がんだろう。ならもうハルトには手を出さねえか。あいつを二度と狙わねえのか。ああ、最妖怪の総帥として約束する。赤ん坊にもお前にも。All right, fine. We'll leave you and the kid alone. 二度とない。I pinky promise. だが一つだけ言っておく。ユータを私と差し違えるように仕向けたのは、私を殺そうとする。ある男の意志だ。な、何の話だ。その男の目的は尾道の秘密を守ることにある。私は尾道の秘密を暴けるただ一人の生き残りなんでな。何？そのある男は陽明連合会のクルスに命じられ、古くから秘密を守るための殺し屋として多くの人間を手にかけてきた。そして今我々最妖怪の血の掟を逆手に取り、ユータが私に殺意を持つようそそのかした。どうだ、心当たりの人物が思い浮かばないか。まさかそのある男ってのは、ヒロさんおやっさん。そうだ。バカな。それじゃあの親分が。Why would he do that though? 使ったってのか。あれは。アジア街を手にした私が息子のジミー・ローを殺された後のことだ。クルスは尾道の秘密を知る私に日本を撤退するよう迫ってきた。その使いで私の前に現れたのがあの広瀬という男だった。悪いね、時間取ってもらっちゃって。広瀬さんだったか。あんたもおじいちゃんなんだ。孫の顔を一目見たいだろうと思って連れてきてやったよ。あなたの目的は私に孫を見せることじゃないだろう。尾道の秘密の件では。
話が早くていいね。本当はあんたを殺しちゃ手っ取り早くて済むんだけどな。でもうちのクルス会長はあんたらが日本を撤退すりゃそれでいいってさ。あの人も俺ももう血は見飽きてんだ。我々採用会はすでにアジア外に莫大な投資を済ませている。だがその回収はまだ済んでない。撤退する気はねえってことか。そして何よりクルスの息子は我々の後継者であるジミー・ローを殺した。ビジネスとしても人の親としても私にはあなた方の要求を聞く道理がない。 Just can't let that stuff slide, man. そう言うと思ってね。あんたにはいい条件持ってきたよ。なんだ、その赤ん坊を目の前で殺すとでも言うのか。宇佐美優太をあんたにくれてやる。あいつには最王会の後継者になるよう俺から説得してやる。それでどうだ。この条件で飲めねえっつんなら優太に全部話しまうけどな。この赤ん坊があいつの子で、あんたがそれを始末しようとしてることも全部さ。そうなりゃあいつはあんたの後継者には死んでもならない。あんたらの組織が一番大事にしている血のつながりが途絶えてしまうな。それでもいいかい。その赤ん坊はどうする。俺が面倒見させてもらうよ。永遠にこの子の存在は雄太から隠し通してやる。私としてはここで赤ん坊もろともあなたの口を封じる。 Why don't I just kill both of you right here and now? やってみるかい。その時は真っ先にあんたが死ぬよ。それに手下ども同じ人か道連れにさせてもらうわ。それは大げさだ。そばに控えている部下たちは全員銃を持っている。俺にできねえと思うか。クリスのもとにまだあなたのような男がいたとはな。俺の隠れ家の周りでうろついてるあんたの手下な。立川と松戸へすぐ引き上げさせろよ。それと採用会の神室町撤退には一月だけ時間やる。尾道の秘密はさ、あれ守るために俺何人もぶっ殺してきたんだ。そんな中には俺を可愛がってくれた兄貴分もいてね。もしあんたに秘密ばらされたら兄貴たちが浮かばれねえんだよ。傍から見れば不思議に見えただろう。私は100人を超える部下に守られながら、たった一人の老人を相手にその要求を丸呑みさせられた。Yeah, it seems like quite a few other people know this secret already. まず舛添と辰川へ出していた赤ん坊の殺害命令を撤回しようとした。だがすでに岩見常雄へ寝返っていた辰川は連絡を断ち、そして神室町のあの引き逃げ事故が起きた。赤ん坊は広瀬の手を離れ、広瀬は自分が我々への交渉材料を失ったと感じたはずだ。そうなると尾道の秘密を守るためにあの男が取るべき道は、
私の殺害以外にない。それで広瀬の親分がユータをあんたに差し向けた。信じられないか。ではあなた方に赤ん坊がユータの子供だと告げたのは誰だ。宇佐美ユータ。舛添や達川が赤ん坊の命を狙ったことを明かしたのは。そしておそらく殺されたという舛添は広瀬にとって用済みだったんだろうな。広瀬 was the one who murdered Masuzoe. Yeah, like that. Most likely Jun Gi-han as well then, since that happened at basically the same spot in the same location. その秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。Yeah.極道が長生きをするといろいろなものに縛られる。私は組織の知能を着て、そしてクルスと広瀬は尾道の秘密。そのために広瀬は自分の組の子分だったユータを捨て駒にするまでになり下がった。信じられるかよそんなこと。おやっさんが。You would never do such a thing. そんなバカな。You liar. それを確かめる方法が一つだけある。なんだ。尾道の秘密を暴くこと。広島の老人たちはそれを阻止するために本性を表すはずだ。ただし、もしあなた方にそれを目の当たりにする覚悟があるならの話だがな。Well, I mean, you know it, so you can go ahead and like say it now.